9月、ヤスルパンさん、クマありがとうございます。服部さんありがとうございます。手まりどんちゃんありがとうございます。けんさんありがとうございます。あられさん、かわいいギフトありがとうございます。みやりんさんありがとうございます。天井何それ。9月、お月見、お月見9月だっけ、それ10月だっけ、9月だっけ。たまごサンドさん、かわいいありがとうございます。たまごサンドさん、みきやくん、伊豆田さんありがとうございます。9月のギフトこれだった、織姫の名残あるね。店長、こんばんは。織姫ギフト、花火ギフトなくなっちゃった。確かに昨日まであったのにね。もう夏は終わりです。夏は終わりということで、花火終わったか。確かに背景も戻ってる、そう言われてみればノーマル。高松8だけ行きます。11も行きます。8、四国、まだ秋じゃないけど、もうすぐ秋、夏が終わったということで、限定も新しいギフトだと思って投げようとしたら1万だったので止まりました。わ、種類が少ないんだね。まだいっぱい出てくるよきっと。コピーしましたよ、ちゃんと期限までに。万のやつだけですか、少ないの。今何の季節でもないのかな。9月、9月から秋ですけど、9月の私頭まではまだ夏、大学生夏休みしてるじゃん。9月の中盤ぐらいから秋カウントです。秋の大運動会9月にするので、秋ドラえもんの誕生日だよ。え、今日暑い。今ね、私部屋30.8 ある、 30.8 度。さっき33あったんですよ、さっき帰ってきたんですけど、今 30.8 30、暑い。30度の部屋います。普通に暑すぎる。替え玉した、半替え玉。梨美味しいよね、この前食べたや、帰省した時に実家に。こんばんは、あきやんさん、くまありがとうございます。天井、土曜日にドヤのスペシャルある、マジ土曜日、福フェスだ、福
フェス中だね。しかもライブ中だわきっと。夜公演。うどむさん、くま、ありがとうございます。何歳ですか？20代前半です。かやだました。つくんは仕事の合間に1時間ぐらいあって、その1時間でラーメン食べてアイスも行きました。1時間で。今日はめっちゃ朝8時からぐらい、朝8時じゃない、朝9時くらいから夜21時までずっと家にいなかった。12時間13時間ぐらい、1時間だけ自由時間あってラーメン食べ行きました。13時間ぶりぐらいに帰ってきた。12時間ぶり。うどむさん、くま、ありがとうございます。すっぴんです。そのペースで3キロ減らせるんかいって。ラーメン食べたってこと？でもラーメンしか食べてないよ、逆を言えば。今日少なくない？半替え玉です。うどむさん、いいね、ありがとうございます。コメダにしようかなと思ったけど、待ち時間待ってる人がいたから3組目とかだったから一覧にした。こんばんは。チャーシュー丼食べてないよ。アイスは誘われたから行きました。食べたかったわけじゃないけど、まあ誘われたんで。こんばんは。でもそれ以上に動いてるからきっと大丈夫だよ。ラーメンとアイスだけじゃん、一日で食べたもの。あとはお茶とリンゴジュース。こんばんは。断る勇気、でも最近断れるようになってきましたよ、約束。でもアイスは確かに食べてもいいなって思ったんですよ。あのお口直ししたくて、ラーメンの後。ラーメン食べた後って口の中が嫌な感じするじゃん。だからアイス食べたら結構なんかすっきりするから、お口直しに食べるかと思って。最近はね、結構約束とか断れるようになってきました。逆にそう、成長したなって。ニートさん、花束ありがとうございます。まあ行きたいやつは相変わらず復活で、復活じゃないわ、復活で向かうんですけど、行きたいやつはね。そうでもないやつは行かない。かる。こんばんは。私はふっかるなので、行きたいやつはふっかるで、あんま乗り気じゃないやつはとある。こんばんは。リップ、はるさん、ありがとうございます。それでよきね。でもまだなんかやっぱ断れきれないから、
なんか理由をつけて遠回しに断ることしかできない、やだみたいなことは言えなくて、そう、そう遠回しでしか断れないけど、今日は大きな宅配が2つ届くから家にいなきゃいけないんだみたいな、行きたくないとかやだとか引きこもりたいとか言う、バッサリはまだ言えない。やだね、さす断る。え、いるよ全然、でもメンバー、え、やだーってよく言うよ、みんな、えーって気分じゃないとか、こんばんは、出身はどこですかって、なんかアカウント変えてきたっていうレベルでこの前と同じような人だな、質問めっちゃしてくる人。ツイッター、乃木坂さんのファンか。もう覚えたからね、ツイッター。こんばんは。まあでも連呼しないのは成長してるわ、えらい。連呼、質問連呼しないところは偉いです、慣れ、治ってる。こんばんは。一日で成長したじゃん。こんばんは。一蘭の若い頃どれぐらい入れましたって、多分普通にしたかな、全部大体普通、普通普通、全部あの標準にして麺の硬さだけ固めにしました。あとはもう元から点線書かれてあるところ、王道の元から点線書かれてあるところを丸しただけ。ショールームってさ、ブロックしてもさ次の日に治るから意味ないんだよね本当に。一日でね治ったらいいんだけど、性格が。まあ治ってるけど、一日じゃ反省できないよ。1706、時計ない？時計がついたら便利。時計？確かに配信画面に時計ついたら便利やけど、時計？うざい、マジですか？なんか私今日なんか何に対してもイライラしないんですよ。いつもイライラすることにイライラしなくて、なんか感情なくなったんかなってぐらい無感情です。今日は菩薩になったんかな。そう、いつもはうるさいリコチがちょっとね
うるさすぎてちょっと気になってきたりするけど、そう、ま、今日はずっと結構一緒にいたけど4時間とか隣で何も感じなかった。みーたさん、タコありがとうございます。真面目ですねって言われても何も思わん。なんでなんだろう。今日はそう、天女、あ、天女って読むのそれ、天女。今日は何言われても何されてもイライラしない日なの。全くそう、心が動かない。なんでだろう。どんな暴言吐かれても全く何も思わないです。それこっちに今日は何も思わなかった。ゆうきさんってそうよく言われるけど、今日は広い心で受け止めました。何も、そう、今日は私うざいとか聞いてくるんですよ、イライラするって。翼欲しいさん、天女、天女グマありがとうございます。こんばんは。村さんありがとうございます。落ち着いてる。そう、そういう日の方が言われたことが後日まで残ることあるのでコメントけど、マジ今日何も思わないよ私。今日は無で一日を生きました。そう、エピソードトークリコチと、今日はまだイライラしてないって確認されるんです。イライラしてるっていう自覚があるならやめなってこの前は言ってあげたんですけど、今日は全くしない。村さんハートありがとうございます。しぐれさんハートありがとうございます。こんばんは。自覚ありね。ミニマロンさん、手まりありがとうございます。手まり、こんばんは。ニートさん拍手ありがとうございます。こんばんは。人のリアクション見て楽しむ。でも今日の私は感情がないのでロボットですよ。人型ロボットです。こんばんは。リコチのうるさめ許せる、まあ、ま、時と場合によるね。4時間とかあれを受けたな。ちょっとセミ鳴かないね。人型ロボット、こんばんは。こんばんは。ゆ
キリカです。む、胸雪のむ、むです。こんばんは。まあ今日はねアイスを食べたんですよ、休憩時間に。そしたらシールもらえた、未開封。ロボット、人型ロボット、31。でも久しぶりだよアイス食べるの。31のアイス。ミニマロンさんアイスありがとうございます。今日は暑すぎてさ、アイス欲すよね。なんかマネージャーさんもね食べてたんだけど、アイスコンビニから、コンビニで買ってちょっとの距離移動しただけで溶けたらしい。で再冷凍してた。確かに今日アイス食べた人多いのかもしれないね。ミキヤくんアイスありがとうございます。ピアスつけてるなんてヤンキーですかって。考え方が昔の人ですね。おしゃれですよ、おしゃれ。ヤスルパンさんタコありがとうございます。そうな、コラボしてシールくれたんです。だから開封します。何が出るかな。ポケモンなんですけど、種類は分かんない。ポケモン、何が出るかな。まあ知ってるポケモンだったらいいな。そう、何が出る。あ、こっちが後ろですね。知ってるポケモンがいいな。ラインナップ何があるんだろう。ピカチュウとかあんのかな。いきます。トゥルル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 、じゃん。わっ、パモ、パモでした。当たりじゃない、割とこれ最近よく見る。パモでした、パモ当たり何が外れかわからんけど当たりじゃない。最近これ、あのこの前のさ、お茶のさ、なんかお茶のあの何カバーの6人の選抜に入ってたくない。服部さんクマありがとうございます。これクマじゃないでしょね。お茶の6人選抜に入ってるから多分人気なんでしょうね。パン覚えた。なんだろう、ウサギかな、なんだろう、犬なんかな、犬、ウサギかな、ピカチュウ。かわいいよね。お茶選抜、そう、6人6匹。あの私が求めてた多いお茶の、そう、多いお茶の買ったらおまけでもらえるカバーの種類、そうに入ってたから最近の人気。パ覚えた。なんかこういうシールとかって無料でもらえるだけで嬉しいよね。なんか全然知らなくても普通に嬉しい。何のキャラでも、何のキャラでも嬉しい。おまけ。あと隅っこ暮らしもやってたね。今隅っこ暮らしもやってた、コラボ。
高元気。ランダムって楽しいよね。開けずに持って帰ったのすごくない？昼に食べたやつ。まあそれだけね、そんな楽しみにしてはなかったということで。ファンだったらすぐ開けるじゃん。まあ配信で開けたらいいやと思って持って帰ってきた。そう、そして久しぶりに今日はガチャガチャもしました。ガチャ王国もね、ちょっと時間があったんで行って、これが出たラブイーズのポーチ。これ結構実用的なんですよね。大きさがガチャガチャの割には実用的で、絆創膏とかリップとかいろいろ入れて可愛いでしょ。ラブイーズ、ポーチ、ラブイーズでーす。ガチャガチャ新作。ミキヤくんかわいい、ありがとうございます。でかいよね。そう、しかもピンク当たった、嬉しい。2種類っていうか6種類あって、ピンク3種類、青3種類。このピンクかわいくない？ピンクがいいと思ってたから嬉しかった。当たり、狙い通りです。6種類ある。速攻元気がは入らんね、蓋閉まらんね。イエーイ、かわいいな。かわいすぎない？汚れるのやだな。可愛すぎるよね。結構大きい、大きいです。ジップロックに入れて持ち運ぶ意味な。大きいです。結構全然伝わらんね、大きさが。可愛い。そう、久しぶりにガチャガチャしたよ、マジで。久しぶりにガチャ王国行った。このピンクの色が可愛い、薄ピンク。久しぶりにピンク可愛いと思ったし、この色。顔と比較すると大きく見える、多分遠近法だね。まあ、グーぐらい。顔は入らんかもね、ちょっと。こんばんは。どういう感じでカプセルに入ってるのって。折りたたまれてた、ほら、あとついてるじゃん。折りたたまれてた、こうやって、こうやって、この小さく、かわいい。こんばんは。ラブイーズ、顔入るかな。壊れる壊れる。何入れようかな。まあ何か入れよう、カバンの中に。ラブイーズはね、 TikTok とか Twitter とかかな、メインは。 TikTok のミニ動画とかが。ウアンさん、バラありがとうございます。そうね、リップとかもいいよね。なんか入れて持ち運び、カバンの中の。
流行ってるんじゃない、多分ガチャガチャもいっぱいあったし、ラブイーズの。そう、聞いたことない、マジ。メンバーもね、でもラブイーズ好きなメンバーいますよ、何人か。時代に追いつけてません。メイクレシピ私やっても需要ないよ、マジで。変なメイク道具しか使ってないし、変なっていうか、そんな、こんばんは、需要ない、ふざけることしかできないよ。だからふざけようかなとは言ったけど、スポンジはちぎれるまで使いますみたいな。アイラインは意外と長持ちして何ヶ月も使えます。毎日すっぴんだからな、今日もだし。私メイク道具の減りが悪いんですよ。そう考えたらメイクしてないわ、毎日。仕事ある日しかしないので。本当にそう、斬新なズボラ女のメイク動画、メイク動画じゃない、メイクレシピしかできないよ。お出かけしないね、休みの日は家にいる。参考にします。弟がいい、違うよ。外にレッスンはだいたいすっぴんで行くじゃん、みんな。休みの日はだって誰にも会わないから、まあ配信もあるけど誰にも会わないから可愛くする必要ないし、肌を痛めるだけじゃん。メイク道具も減らせるだけ、減らすだけだし、ちょっと街に行くだけやったらもう普通にマスクと帽子とかかぶって顔隠せばいい話なので。でもね、トレンド取り入れてるんですよ、これ最近流行ってるリップチークってやつも持ってますし、これ最近話題であんま置いてるとこが少ない韓国。割と最近の、これは涙袋。最近買ったのは、そうね、これも最近買ったよね、下地黒みコラボ、結構新作です。新作よく、もうこのメイクポーチから女子力高いもん、これもらったやつ使ってるんだよ、見て、マイメロ何歳だよみたいな。まあもらったからさ、もらったから使ってるんだけど、こんなラブリーなねメイクポーチ使っちゃってますよ。じゃん、ラブリー、かわいいけどね、年相応って感じではないですよね、きっと。かわいいんですけどね。じゃん、そう、お仕事に持ってくメイクポーチこれだけです。これに全部詰めてる。でかいね、でもこれパンパンだよ。可愛いんで
ですけどね、可愛いよね。大切に使ってるのいいねってでしょ。もらったものはね、私結構使う派なんですよ。すぐ意外とすぐ使ったりする。意外となのか、これもらった瞬間にじゃあ今のメイクポーチ捨てるかって捨ててこれにしたの。配信で買えた。自分で買った黒いまあまあ可愛かったお気に入りの大きいやつ捨てて買えた。そっから使ってますよ。次のメイクポーチが来るまで使ってる。容量ありそう。そうね、でも本当にいっぱいだよ。この辺まで入ってる。いっぱい。いらないものないんだよね。ピカチュウのメイクポーチあるの？見たことないけど。ピカチュウ好きな人ってだって男の人とか多いじゃん結構。そんな女物のメイクポーチとか売ってるんかな。女の子にも人気？少年が好きなイメージあるんだけど、小中高ぐらい。あとはね、子供向けなイメージあるよね。子供マジ女の子人気あるんかな。大人でもね好きな方いるけど、男物のメイクポーチもあるっちゃあるんかな。まあメイクする方もいるもんね。今日もワイの好きなノーメイク、イエス。もうお話し会とライブがない日はノーメイクです。時間があったらするけどね。休み、うん、いやでも休みでもしないけど、気分が乗ったらしますけど、今日はレッスンだったから。レッスン順調って？でも詰め込みすぎてなんかもはや順調かわかんないって感じ。16人やった。今日は四国やりましたね。四国でもありすぎて投資はなんか一回もできないみたいな感じなんですよ。時間がなくてリハができたらリハでみたいな。新しい曲もうちょっとしたら焦らなきゃもうちょっとしたら。そうだよ、どの四国の文化そうなんよ。変わったりするよね。次の曲が違ったらさ、つなぎが違うじゃん。なんか最後で移動してさ、曲の頭に移動したりするんだけど、そうだからとりあえずまず7だよね。覚えてって感じ。とりあえず7。猫さんありがとうございます。レッスンはみんなノーメイク。そうね、
でも夕方からとかやったら捨てたりする。捨てた方が鏡に自分映るからモチベは上がるんだけど、朝早かったりしたらしてないかな。モップさん、かわいい、ありがとうございます。昼からのレッスンとかやったら してる人もちらほら。でも朝早かったらね、ギリギリまで結構寝る人多いので、みんなすっぴんかな。オリーブレモン、こんばんは。小豆島とかはいつもやってるから、こんばんは。ゆうたパパさん、かわいいギフトありがとうございます。今日は18の花だれのなんか発表されてたよね。18、めっちゃ花だれ多いよね。すごくない？週1だよ、花だれ。課外活動もほぼ週1。花だれが週1ぐらいであるんだけど、2週目、3週目、4週目。こんばんは。ね、最後に最後に最後に、愛媛で確かにやらないのかな。最後はいつなのかって、あれ11月、あ、あれは最後ではないか。東京って誰か、え、11月かな。さすがに12月までじゃないよね。秋、ゆきりかは青2本で水色2本誰？え、水色2本は今いるんかな。ユミリンさんがそうだったんだけど、わかんない。私は青2本です。青です。シミサラが水色。青のペンライトってめっちゃ目立つよねって最近思ったんだよね。違うグループのペン、あ、違うグループの現場見てて、ピンクより青めっちゃ目立つんよ。なんかピンクの方が多いのに少ない青でも勝てるぐらいの、なんか目に留まる、見える。数えたらピンクの方が絶対多いけど青の方が目立つから青が多く見えるみたいな映像があって、マジピンク、そう、分かりづらい。こんばんは。青めっちゃ見やすいよマジで。青、だって青が見えにくいってなんてことってないじゃん。ほぼ黄色ピンクはちょっと見えづらいとかいうことがある色じゃん。なんか遠くからとか暗いとか明るいとかで。あ、そう、ピンクと紫似てる、確かに。青は似てるとか、もう見えづらいとかがないからめっちゃ目に入る。こんばんは。薄い
青が含まれてる四国メンバー多いって。え、そんなことないと思うよ。福田さん緑でしょ、葵さんオレンジとかでしょ。オレンジ緑かな。全然いないよ多分。マイキューさんピンクとかかな、オレンジとかピンクとかそっち系な気する。まあ、ひなさんは何色なんだろう、イメージ紫とかだけど違う気する。葵さんが青緑？オレンジじゃなかったっけ。葵さんオレンジのイメージがあるんだよね、あの生誕の花。まひなさんか。あ、マイキューさんピンクオレンジ、いやオレンジ四国いる気するんですよいっぱい。まひなさんがオレンジとマイキューさんがピンクオレンジ。葵さん確かに青青とかにしたらいいのにね。私が葵だったら青青にする、葵だから。緑こんばんは。オリーブレモンはいないね。オリーブって何色にしてる、緑黄色。隣に福田さん推しがいらっしゃるとたまに葵さんが手を振ってくれます。混ざってね、そうやね、混ざって葵さんできとるよね。左手と右手とかで、左手と右手と左手。こんばんは。福田さんと私が混ざったら葵さんか。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。くんさんありがとうございます。これは手まり？何ギフト？てんにょ手まりか、手まりか。とっちゃんさんありがとうございます。手まり、手まり、手まりか。うどむさん、みきやくんありがとうございます。手まり、チョイスが不思議、なんでなんだろう。手まり、手まりってどうやって使うんだろう、あんま馴染みないな。ジシズリカちゃんのギフト、手まりか、無理やりだね。サインして投げる、なるほど、昔のサインボール代わりか。蹴るの？マジ？え？どうやって遊ぶんだろうね。私のイメージではポンポンポンってするイメージ。そう、9月2日でーす。ふい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 ってするやつ。ね、蹴ったら手回りじゃないから、私のイメージはあの口で膨らましてやる風船みたいな感じで。手回り、お手玉じゃなくてなんか落としたら負けみたいな、パンパン。
パンってするやつ、あの紙風船的なそう感じかなって。お、29度になってるわ、いいね。みきやくんありがとうございます。やすルパンさんありがとうございます。そう、手まりは毛糸だけど紙風船と同じ感じで遊ぶ。何付き？こんばんは。紙風船なんか駄菓子屋とかにあるよ、昔遊んでた。あれパーンってするの楽しい、パーンって。懐かしいですよね。マリツキ割らないで割るんか、楽しいんですよ。パーンっていい、あの手触り、割る瞬間。贅沢な遊び、使い終わった後とかね、もう遊んでいいやってなったらパーンってして終わりです。しんたさんありがとうございます。てまり、山口の金魚ちょうちん、それ今日ガチャガチャで見た。金魚バスケのドリブルみたいにつく？あ、そうなの？跳ねるの？山口そう、山口で思い出したんだけど、最近面白かった、個人的にツボだったエピソードがあって、ニコチがなんか愛媛の〇〇みたいな名前の方たまにいるじゃん。そんな感じで山口のリコって書いてたの、名前姫のゆきりかみたいな感じで、山口のりこって書いてたらのりこさんって呼ばれて、それがそうそう山口のりこって思ったんだと思って、その人、その方はのりこさんって言うから誰のことだろうと思って、そうこっちとしては山口のりこって書いてあるからのりこってなるじゃん。そう、それがしかも山口のりこって普通にいそうじゃん、だから余計にツボだった。愛媛のりかはちょっとさ、愛媛っていう名字ないじゃん、でも山口っていう名字あるじゃん。愛媛のりかはちょっと
現実見ないけど、山口のり子はちょっと異想すぎて面白かった。そう捉えるのかと思って。私たちはさ、結構〇〇の何々みたいなファンの方多いから結構理解できるじゃん。あ、山口のり子ちゃんねって。でもそれに馴染みがなかったらのり子って読むのかと思って、のとりこの間空いてたのにのり子って読んでたから。そう、ウータパパさん、ペンライトありがとうございます。妹と同じ名前、のりこちゃんなの。へえ、それが面白かった。のりこってなって、あの場にいたらめっちゃ面白いと思う。のりこみたいな、誰みたいな、そう呼んだかーっていう。面白かった。こんばんは。ゆきりかがなりたい名字、でも胸ゆきでもいいですよ。なりたい名字ないです。胸ゆきでもいいです。ゆきりかじゃなくなるんでね、胸ゆきじゃないと。いとこの名前がのりこ、結構いるね。へえ、そう、胸ゆきでいいです。胸ゆきじゃなかったらゆきりかじゃないから。私確かに、のりこは結構いるよ。高校の同じクラスもいた。マジ？私出会ったことないですよ。でも小中高、知ってる人ではいないね。でもりかもそんな意外といないんですよね。いそうじゃん、めっちゃいそうで、そんな複雑な名前じゃない、簡単な名前だけど。リカそんなにめっちゃいるわけじゃないんだよね。芸名考えたよ。名残ゆきでしょ、それ名残です。会社にリカさんとリリカさんがいます。なんか若いね。リリカいいね。芸名ユキはひらがなです。リリリカ、おリリリカ、ナゴリもひらがなの方が可愛いな。いやでも歌になっちゃうな、ナゴリひらがなにしたら。漢字はどっちかは漢字にしたいけど、ゆきの方を漢字にしたら歌になっちゃう。知り合いのりこいた。のりこエピソードを、そう、名残ゆき。社長の名前りかちゃん、マジ？りかちゃんで社長、いいね。
私をご利用ししてね。夫婦でも結婚したとしても胸受け捨てがたいな。ちょっと胸受けに勝てる名字だったら、まあ、変えてもいいですけど厳しい。胸受けに勝てる名字だったらいいですよ。胸受けホゲナ、ホゲナ。でもホゲナっていう名前誰のとこも被らんくていいかもね。新しいホゲナちゃん、ホゲーって、ホゲー。てる名字、宗行よりかっこいい名字であれば、まあ変えてもいいかなって。かぶると かぶらんくて個性的でよくない？かぶらん、誰ともかぶらん名前もいいよね。証言地、そうですね、勝てますね。まあ負けませんけど、胸行きはリリカ、確かにリリカになれる。ハトリリカ、確かに会社の人になっちゃう。ハトリリカになれる。いいね、それはなんかいいね、リリカ。ハトリリカです。区切るところ、いや、コメントのセンスすごいね。さっきリカとリリカの話して、名字変える話して、その流れでね、私の名字になったらリリカになれますよって。コメントのセンスすごっ。頭冴えてるね。すごいわ。センス。キチネさんハートありがとうございます。メンバーの名字なら誰が強そう？モロクズ、モロクズ誰がいたかなと。ね、苦しまもいいよね。苦しまかっこいいよね。思った、頭に出てきた。2期生2期生でももう普通か。結構伊手さんもいいなって思ってます。それは推し補正やん。いや、こんばんは。お疲れライスさん、手まりありがとうございます。ね、押し変わってるね。確かにイデちゃんになったのか、変わってるわ。さっきからし大根だったの、絶対名前変えて。
珍しい名前多い STU 多かったけどね、過去形結構。でも先輩とか、からし大根っていう名前で来てるんや。いやいや、感情ないですよ。今日まだイラついてないって。今日イラついてないです、私まだ。今でも多い。そう？そうでもなくない？数人じゃない？だって海さんとか滝野さんとか、もっと先輩にいっぱいいた気する。パッとは出てこんけど。タカさんグッドありがとうございます。確かにトラブさんとか、そうね、一期生さん結構多かったんですよ、珍しい名字。ね、だからそれに比べたら今結構少ない。今日は11時半までにしようかな、配信1時間ちょいですね。今からカラオケ？元気。うい。ハラダルの楽譜は今ダウンロードした？弾けるのか？ハラダルの楽譜はコピーしましたよ。いつしたっけ？そう、9時何本にしました。多分私が一番ギリギリな気する。もっとギリギリ攻めた人いるかな。月曜からカラオケ元気すぎ。9時半9時過ぎぐらいにした。9時10分とか。こういうギリギリの女ですわ。月曜からカラオケ、夜更かし、カラオケ、夜更かし、カラオケ。初見でーす。こんばんは。ギリギリ。翔太さん、手まりありがとうございます。月曜から夜更かし見なきゃ。面白いですからね、月曜から夜更かし。すごいよね、ずっと続いてるのに毎回ちゃんと面白いっていう。すごい面白い。何年も続いてるのに毎回面白い。すごい本当にね。ちょっと早くなったよね。いつも配信終わってから見れてたのに、多分もう終わってるんじゃないかな。前は配信後でも見れてたんですよ。配信終わってテレビつけて夜更かし見てからお風呂入るかみたいな。そう、早いんだよね。奈良さん、手まりありがとうございます。ね、そう、
配信後はめっちゃ見てた。配信後にテレビつけて、じゃあこれ見てからお風呂入ろうっていう感じだった。こんばんは。もやしものさん、手まりありがとうございます。タクトさん、ハートありがとうございます。そう、配信終わったらテレビつけるんでね。私家にいるときはだいたいテレビつけてます。こんばんは。まあ22時、夜更かしどうなんだろうね。22時、そう、夜更かしって言うんかな。小学生から見たら夜更かしだけど、10時、中学生は10時ぐらい寝るかな。あ、おじいちゃんおばあちゃんからしたら夜更かしだね。おじいちゃんおばあちゃん8時9時に寝るから。前回の夜更かしでおじいちゃんおばあちゃんは早起きみたいな、平均6時半みたいなやってたよ。でもみんな4時とかに起きるらしい。全然平均違ったんです。おじいちゃんおばあちゃんの朝起きる平均は6時半みたいな調査してて、みんな2時とか言ってた。2時とか言ってて、8時に寝て2時に起きたりするらしい。2時とか3時とか4時が多かった。夜じゃんね。誰を想像してますかって。おじいちゃん2時に起きる人もいたんですよ。ちょうど前回の夜更かしでやってた。だから2時って思ったら7時ぐらいに寝るらしい。7時8時、だからまあ5、6時間寝てる。8、9、10、11、12、1、2、7時間寝てる。そんな時間に起きてもさ、みんな寝てるしさ、街はさ静かだしさ、何したらいいか分からんけどね。目覚めるらしい2時3時4時ぐらいに。新聞は朝一で読む。ショールームもでもさ、アイドルはできないから2時。あ、お散歩ね。新聞待ち、確かに新聞来たらすぐ読むよね、おじいちゃんは。確かに散歩もわかるかも。おじいちゃんこんな時間に夜更かしじゃんと思ったりするけど、あれは朝起きてるのか。2時とかの。目覚ます？おじいちゃんもしかして。こんばんは。ハロー。夜中にウーバー配達員できそうって、危ない危ない。そんなことさせないで、おじいちゃんおばあちゃんにね。そろそろ終わろうかな、今日は。23時30です。終わりますね。では団長読みます。13位どんちゃん、12位やーくん、11位ムーランさん、10位くいちねさん、9位翔太さん、8位けんつーさん、7位あきやんさん、6位つばさほしいさん、5位ゆうたパパさん、4位みきやくん、3位やするぱんさん、2位はっとりさん、1位うどむさん、ありがとうございました。テレ朝4時からやってる？早いね。それではおやすみなさーい。はい、お話し会も受付中です。
待ってるよ。チャムもいます。ということで、おやすみなさい。またねー。チャム、あ、モバメもつき始めなのでメールもお得です。モバイルメール、そちらもよろしくお願いします。おやすみー。